世界の太陽を含む世界の海を示したアニメーション。地球を取り巻く水の塊、世界の太陽は比較的自由にお互いの水海を交換するいくつかの主な部分に分けられる。5つの海は大抵次のように分けられると考えられている。太平洋、大西洋、インド洋、北極海、南極海北極海と南極海ははじめの3つの太陽に含まれることがある。 世界の太陽とは互いに連携し合っている地球の海水の一つの形である。水半球の大部分、そして地球表面のおよそ71%を占める。世界の太陽の比較的自由に各部分同士で交換し合う統一性と連続性は海洋学にとって根幹となる重要なことである。統一性と連続性は多くの主要な太陽的な区域に分けられている。 太陽的な区域は大陸と様々な海洋学的特徴によって範囲が決められている大西洋、北極海、インド洋、太平洋、南極海他に海水は多くの小さな湾や内海や入り江に点在する。世界の太陽は地球の歴史上で一つまたは複数の形で存在してきた。また概念としては古典古代まで遡る。 現代のワールドオーシャンという概念は、ロシアの海洋学者ユーリショカルスキーによって20世紀初頭に新しく作られた。基本的に地球のほとんどを取り巻き、覆う、一つながりの太陽を表すための言葉である。世界の太陽は一つながりだが、南極海を中心に世界の太陽を以下のように描くことはできる。太平洋とインド洋と大西洋は、 南極海から北へと広がる家で、さらに北へ行くと、大西洋は北極海へと通じる。その北極海は、ベイリング海峡で、太平洋とつながる。世界の対応のそのおよその形は、ほとんどの場合一定なものとして扱われる。とはいえ実際はそうではなく、大陸移動によってその形は常に変わり続けている。太平洋は、世界で一番大きい海で、南は、 南極海から北は北極海まで広がりオーストラリアとアジアと南北アメリカとオセアニアの間を埋める太平洋は南アメリカ大陸の南ホーン岬で大西洋と接する大西洋は2番目に大きい海で南極海から南アメリカとアフリカ北アメリカとヨーロッパの間を北極海まで広がる大西洋はアフリカの南アガラス岬で インド洋と接している。インド洋は南極海から北はインドまで、西はアフリカから東はオーストラリアまでの範囲に広がる。インド洋は東側、オーストラリアの近くで太平洋とつながっている。南極海は南極を取り巻く海で南極寒流に占められており、通例では南位60度以南の海をいう。南極海の一部は海氷に覆われていて、 その範囲は季節によって違う。南極海は五大洋の中で2番目に小さい。北極海は五大洋の中で1番小さい。グリーンランドとアイスランドの間で大西洋とベイリング海峡で太平洋とそれぞれ繋がっている。この対応には北極天を含む。西半球では北アメリカに東半球ではスカンジナビア半島とアジアにそれぞれ接している。 北極海の一部は海氷に覆われていて、その範囲は季節によって違う。その道の権威のうちには、北極海を対応ではなく、大西洋の一部と考え、アークティックメディテレニアンシー、またはアークティックシーと呼ぶ人がいる。なぜなら周りがほとんど陸で、他の対応とあまり海水を交換しないからである。ありがとうございます。